はいどうも皆さん、バシャーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日なんですけども、まあ、岩木船についてね、今日は解説をしていきたいなと思うんですが、まあ、ちょっと出張ということもありまして、今回ね、まあ、ユニフォームと帽子をね、家に忘れてきてしまいまして、まあ、そのアイテムなしでね、今日はやることになるんで、もう誰が今日は解説しちょんねんあっちなるかもしれんけど、まあ、そこはね、ちょっと温かい目で見ていただけたらなと思います。まあ、大分ね、岩木戦なんですけども、まあ、大雨の中で大分のホームで行われた試合なんですが、平均年齢23歳の超若手チーム、岩木 FC にですね、0対2で完敗となりました。まあ、秋田戦以上のね、まあ、最悪な試合だったのかなと個人的に思います。で、まあ、この試合をね、見て皆さん思ったと思うんですけど、まあ、なぜ完敗だったのか。まあ、そもそもね、サッカーさえさせてもらえなかった大分。実はね、その理由っていうのがね、3つほどございます。まず1つ目、メンタル。そして2つ目、選手の動きと立ち位置。そして3つ目がシステム問題ですね。まあ、それについてね、まあ、解説を交えながら、今日は解説をしていこうかなと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。ではまずね、前半の振り返りからやっていきたいなと思います。まあ、前節から先発を3人入れ替えた大分。で、サブの選手に入っているしげ選手ですね。まあ、去年の天皇杯の、まあ、ベルスパ大分以来の復帰で、まあ、トリニータにとってはね、まあ、最高な戦力が、まあ、戻ってきた形となっております。で、この試合、大分 4-2-3-1、いわきが 3-1-4-2 ですね。まあ、開始早々からですね、いわきの出足の速さに圧倒される大分で、まあ、前半12分にね、アクシデントがありました。相手のボールをね、クリアしようとしたところで、札川選手がね、まあ、負傷しまして、まあ、宇都本選手との交代をね、まあ、余儀なくされましたよということで、で、その後、立て続けにね、いわきの、まあ、猛攻を受ける形となった大分なんですけども、まあ、前半19分に松尾選手が、まあ、勢いのあるミドルシュートを放つんですけども、ここはもうキーパー正面と、まあ、徐々に勢いを取り返しつつあった大分なんですが、まあ、いわきのね、勢いで押し返されてしまうという展開でございます。前半アディショナルタイムですね。いわきの山口選手ですね。まあ、そのシュートをね、まあ、浜田選手がビッグセーブして、まあ、その後ね、ゴールネットを揺らされてしまうんですけども、まあ、ここはね、オフサイドで、まあ、難を逃れる大分という形でございます。で、試合はね、そのまま笛が鳴りまして、まあ、お互いにスコアレスドローで、試合を折り返すこととなりました。それではね、まあ、前半の大分の狙いということで、まあ、正直ね、大分の狙いっていうのがね、まあ、わからなかったなという。まあ、そもそもね、サッカーさえさせてもらえないほど、まあ、いわきに圧倒された試合だったなと。で、大分はね、まあ、長澤選手ですね、トップ下の長澤選手に、まあ、ボールを集めて、まあ、そのこぼれ球ですよね、セカンドボールのところを、まあ、全部いわきの選手に、まあ、拾われてしまうという。で、まあ、それだけじゃなくて、まあ、出足の速さですよね。うん、ボールを置いてが出して、まあ、パスを受ける前に、そこの出足の速さでね、まあ、いわきに上回られてしまって、まあ、ボールをカットされるっていうのはね、まあ、多々あったんでね、まず完敗した理由の一つ目として、まあ、先ほど言いましたけど、一つ目のメンタルの部分ですよね。大分のね、まあ、悪い癖である、その相手に合わせてしまうっていうのがね、まあ、開始早々にね、まあ、出てしまいまして、いわきの攻撃をね、まあ、すべて受ける形で入ってしまったんですね。なので、まあ、大分のいい時って大体ボールをね、前向きに奪ってからカウンターに繋いでいくっていうのをね、やっていたんですが、まあ、この試合に関してはもう前向きにボールを奪いに行くことができなかったんで、まあ、それで相手に合わせてしまって、後ろ向きでね、まあ、ボールを、まあ、受ける形ですよね。なので、ボールを奪っても、まあ、前に行けないですよね。はい。ただ、まあ、前半19分にね、まあ、松尾選手がシュートを放った場面からね、まあ、大分は、まあ、前向きに奪えるようになったんですよね。まあ、ただここもね、すぐに、まあ、対応されて前向きに行けなくなったのは、やはりこう、いわきの勢いに押し負けたところもあるのかなと思います。はい。なので、まあ、メンタルの部分って言いましたけども、まあ、いわきがね、もう前に前に来る状態だったんですよ。もう前に前にと。ガンガン前に来てる中で、まあ、大分がこう、ボールを奪うっていうのは、なかなか難しいと。なので、まずは、大分はこのいわきの前に前に来る、この勢いをね、押し返さないといけないんでね。はい。なので、そこでね、大分はちょっとこう、後手に回ってしまったと。もう後ろ向きですよね。大分からしたら後ろ向きで、こう、相手の重圧に押し負けてしまうという形ですね。まあ、松尾選手のシュートで、まあ、ボールをね、もう前に持ち運ぶことができたのは、やっぱりここのメンタルの部分なのかなと思いますね。まあ、押し負けていた中で、まあ、大分がね、押し返したことによって、こう、選手たちも、まあ、ちょっと前向きにトライをすることができたっていうのが、まあ、前半、あれ、ちょっと大分押し込んでね、
っていうとこなんですよね。まあ、ただそこもね、すぐ対応されてしまって、まあ、また逆のパターンになりましたけどね、押し返されてしまって、まあ、なかなか前半ね、うまい形が作れなかったなという感じですね。そして二つ目ですよね。この選手の動きと立ち位置っていうとこなんですが、まあ、その、いわきの、まあ、その出足の速さで、まあ、ボールを持たない選手も、まあ、常にプレッシャーを受けていた形だったんですね。まあ、大分がね、パスを出す前から、ここでね、まあ、プレッシャーを与えたりとか、まあ、ボールを持っていない選手に対しての、そのチェックですよね。まあ、そのいわきのプレッシャーに対して大分はね、前を向くことができないというね、ボールを出したらね、相手の選手来ますし、この状態で前を向くっていうのはまあなかなか難しいと。まあ、その影響もあってどうしても大分はね、ボールをね、まあ、下げてしまう、まあ、下げさせられるという形ですよね。はい、でそこをまた狙われるっていうね。はい、で、相手がどんどん前に来て、前がかりにボールをね、奪ってまたカウンターにつなげていくっていうね。まあこれが結構前半多かったのかなと思いましたけどね。ただね、まずその選手の動きというとこなんですけど、出足の速いいわきの弱点っていうのが実はあるんですね。まあこの出足の速いいわきの弱点ですね、まあ相手がねもうプレスに来るっていうのはもう分かってるので、もうここの部分でのスタートの速さっていうのはいわきの方が速いので、まあここの弱点としては、まあボールが来た時にまあここにスペースが空くんですね。人が動いた分だけそこにスペースが空くっていうのがサッカーなので、まあそこに対してまあもっと大分はね、そこの空いたスペースっていうところをね、まあ、使っていきたいところだったんですが、まあ、そのスペースをね、どう使うかというかね、そこにどう、ボールを持っていくかっていうところが、まあ、ちょっと問題ですよね。はい。実はね、この弱点をね、突くためには、ボールを受けてから、まあ、パスを出すっていうよりかは、もうワンタッチですよね。まあ、ワンタッチでやることによって、ここのスペースを使うことができるので、まあ、試合を通してね、いくつかあったんですけども、まあ、そこのワンタッチで、まあ、ボールを持ち運ぶことがね、なかなか大分できていなかったので、まあ、ちょっとそこもったいなかったなっていう。立ち位置もそうなんですけども、まあ、サイドからね、崩そうとして、まあ、相手のチェックが来た時に、まあ、大分はね、まあ、ボールを逃しますよね。で、逃した後に、ちょっと下がってしまうんですね。まあ、相手からすれば、守りやすいですよね。はい。なので、大分がやるべきっていうのが、ここの、パスを、出る前ですよね。相手がチェック来て、ワンタッチで落として、まあ、ちょっとズレが出たところで、このスペースをね、つくっていうのをしなくちゃならなかったので、相手の背後をね、先にポジションを取ってやるべきだったなって思いましたね。なので、そのボールを出してから、まあ、下がったりとか、その場にね、とどまったりとかね。そこがね、まあ、いわきからしたら、まあ、全然怖くないよねっていうね、攻撃だったんで、ここがまあ、大分のね、まあ、ずっと言われてる課題の部分というか、意思疎通ができてないな、と思いました。で、まあ、立ち位置もそうなんですけども、まあ、どちらかというと、まあ、ボールを受ける位置にいたっていうよりかは、なんかこう、ボールを逃がす位置にいたのかなっていう。例えばこの場面とかであれば、まあ、ボールがね、パス出します、チェックしに行きます、戻しますってなったら、また、戻って守備すればいいだけなんで、何も怖くないですよね。これが、ボールを出して、相手が寄せが来て、まあ、ワンタッチでね、流して、もうここに走っていけば、サイドの方でね、崩せたりできてたので、まあそういった立ち位置の問題と意思疎通の問題が、まあこのいわきの弱点をね、まあ自ら塞いでしまったなぁと思いました。はい。それが前半だったのかなと。まあそれでは、後半の振り返りをやっていきたいなと思います。まあ後半に関しましては、まあ大分は後半開始から松尾選手、野村選手に、安田選手を、小坂選手と、交代しました。するとですね、開始早々に、まあビッグチャンスが大分に到来しまして、まあ、宇津本選手のグラウンダーのクロスからフリーになった新田選手が、まあシュートを放ったんですが、まあそこはキーパー正面と。まあその後はね、いわきの猛攻をね、まあなんとかこうしのぐ形となった大分。で、59分に、フリーキックから、ボールをね、浜田選手が、まあ、ちょっとボールをね、処理しきれずに、まあ、押し込まれて失点と。まあ、先行したいわきなんですが、まあ、その後、74分ですね。今度はクロスから頭で決められてしまって、ここで2失点目と。で、試合に関してね、こう、なんとかひっくり返したい大分だったんですけども、まあ、セカンドボールも拾われて、まあ、チャンスも作れず、そのまま試合は終了したのかなと。まあ、結果的にね、まあ、大分はサッカーをさせてもらえず、まあ、今季で最低な試合となったのかなと思います。それではね、後半の大分の狙いということなんですが、まあ、後半はね、そのいわきのシステム的な弱点であるその3バックの背後を狙う形で、まあ、大分は開始早々からチャンスを作ったんですね。まあ、ここのシーン良かったですよね。ここはもうチームの狙いというか、まあ、そこがはっきりしてたなという。まあ、ここ決めてればね、流れは変わったのかなと思ってたんで、まあ、ここは決めて欲しかったなというシーンですね。まあ、システム的な弱点っていうのは一体どこなのかというところなんですが、まあ、3バックの弱点はね、この3バックの脇の部分が、
まあ、弱点となりますので、まあ、大分からすればそこをついていきたいんですけども、まあ、このいわきはその弱点を補うために、まあ、3バックではあるんですけど、まあ、ちょっとスライドして4バック気味になるんですね。はい。1枚降りてきて5バックではなく、ちょっと4バック気味にして、できるだけこのサイドバックを下げさせずに、この逆サイドの、サイドバックの選手を下ろさせて、まあ、4バックのような形を取るっていうのが、まあ、いわきのちょっとこう特徴的な部分なのかなと。まあ、後半開始早々のね、チャンスシーンに関しては、その弱点のところをね、まあ、しっかりつけていたなっていう。まあ、藤原選手のね、まあ、パスからの、まあ、ほぼカウンターみたいな形ですけども、まあ、宇都本選手がね、ここのスペースに走り込みながら、まあ、パスを受けて、まあ、いわきの選手がね、まあ、ちょっとスライドする形ですよね。こんな感じで。スライドして、で、相手の逆サイドのサイドバックがちょっと降りていくような形ですね。まあ、ほぼカウンターのような形でね、やっていたんですけど、まあ、ここ、宇都本選手がね、しっかりとこう抜け出して、新田選手はその視界の方からね、まあ、ちょっと抜け出して、ここでグラウンダーのクロスからの、ここでシュートを放ってキーパー正面というね、まあ、このシーンはね、本当に、ま、決めて欲しかったなっていうのはありましたし、まあ、チームとしてのね、まあ、狙いっていうのは、ま、できていたのかなという感じはありました。まあ、いわきはね、その、まあ、前からこう、奪いに行くイコールね、ま、カウンターを受けやすいシステムとなっているので、まあ、それがね、まあ、うまく肩さんは狙っていたのかなと思いましたね。で、まあ、それぞれのね、まあ、狙いっていうのはね、まあ、非常に良かったんですが、まあ、後半に関してはね、まあ、ただそれだけだったなっていうね、あとはもう何もなかったなっていう、あとはもう本当、いわきの、攻撃をなんとかしのいでしのいで失点しないようにしていたなっていう形でしたね。だからもう大分はね全然攻撃できていなかったんで、まあ、後半に関しては本当その開始早々のあのシュートシーンぐらいだったのかなと思います。それではね、総括をやっていきたいなと思うんですけども、まあその試合開始からまあ試合終了まで、まあ大分はもうサッカーすらさせてもらえなかったなと、本当今季最低な試合だったなっていうのはね、もう正直もう間違いないのかなと思います。で、もう僕ね、これタラレバな話かもしれないんですけど、まあトップ下の長澤選手のところでね、まあボールを落としても、まあそのセカンドが拾えない前半を見れば、まあワントップに長澤選手を置いて、まあワンチャンスを狙った方がまあまだ可能性はあったのかなと思います。でまあこの試合でね、シゲ選手が復帰したのはね、すごくこう、まあ好材料ではあるんですけども、逆に、札川選手が負傷したことが、まあちょっと気がかりかなと思います。で、大分のね、その怪我人の多さと、そのサイドの枚数の少なさっていうのがね、やはりこう響いてる。まあここでね、完敗した理由の3つ目のとこですね。これがシステム問題です。で、現在の大分のシステムは、4-2-3-1 っていうのはね、まあベースにはなってるんですけど、その、まあ懸念点であるね、そのサイドの薄さを考えるとやっぱりこう 4-2-3-1 でやるよりはまあ 3-4-2-1 でやった方がいいのかなと思います。もうサイドバックがねやっぱ薄いんですよ置いたって。今の 4-2-3-1 で行くのであればサイドバックの問題が出てくるんですけど、まあ 3-4-2-1 にすることでまあ、ちょっとそこはね、解消されるのかなと。で、今の大分を見れば、その新しいことにこう、チャレンジするっていうのをね、まあ、見てると、まあ、それって大事なんですけど、まあ、今はね、ちょっと合っていない可能性がね、ちょっとあるんじゃないのかなと思って、なので、ちょっとね、こう、一度原点に、まあ、帰るっていうのも大事だと僕は思いますので、なので、まあ、3-4-2-1、しっかりこう、3-5-2であったりとかね、はい、そっちの方がね、チーム的にはいいのかなっていうのは個人的に思います。まあ、わかんないですよ。その、片さんがどう考えてるかわかんないですけど、まあ、個人的にはそっちの方が、まあ、まだね、まあ、見応えのあるサッカーになるのかなと。原点に変えることによって、まあ、今はね、ポゼッションサッカーっていうのはね、なかなか対策されすぎて、本当に大丈夫なのこの戦術ってなってますけど、まあ、僕は正直ね、その、肩のサッカーと言われていた、そのポゼッションサッカー、が進化して帰ってくると思ってたんで、まあでも一度原点に帰ってね、もう一度まずはその大分に勢いをね取り戻すことが僕は大事だと思うんで、まあ熊本戦では3バックベースでもいいのかなと思いました。はい、まあこれについてね、まあちょっと皆さんどう思うのかなと思って、ぜひね、コメントの方で教えていただけたらなと思います。っていう感じでね、まあこれがいわき戦のね、まあ解説でございましたけども、まあ本当完敗した理由はね僕の中で3つだったなっていう、正直完敗ですね。完敗です。まあ、手も足も出なかったっていうのはね、まあ、本当、このことかなと思いますね。まあ、惜しい場面はあったけど、もうなんか、決めきれないよねっていう。あと、希望の光がないなっていうね。負けて何を得たかってなっても何も得てないので、まあ、こういう試合でもね、あ、この形をね、大分がやっていけば、もっともっと大分強くなるんじゃね、今季って思うような試合であればね、まあまあこの敗戦をね、糧にしようぜってなるかもしれないんですけど、ちょっと何もなかったんでね、何を希望にして、
この先の試合を見たらいいんだろうっていう、正直思わなかった。正直僕はもう面白くない試合だったと思いました。まあ、まだね、鳥サポの完成とか、応援とか、まあ、観戦ツアーとかね、組ませていただきましたけど、まあ、そのおかげもあってね、まあ、まだ楽しめましたけど、それがなかったら本当につまらない試合でしたね。思わなかった、そのぐらい。今季最低な試合です。はい、間違いなく。評価することもないぐらいの。そのぐらい僕は今日は、厳しい評価をしてもいいんじゃないのかなと思いましたね。まあ、この熊本戦はね、どういう風に、まあ、改善するのか。うん、そこをちょっと注目して、熊本戦を見に行きたいなと思いますので、はい。ぜひね、皆さんも熊本に行って、力を貸してほしいなと思います。まあ、僕もね、熊本戦アウェーですけど、行きますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。ということで、またね。ありがとうございました。